ネタ探しに使えるツイッターは海外では日本ほど使われていないとは聞きますよね。では日本のツイッターのように面白ネタやほっこりニュースを海外の人はどこで見ているのか。米国ではある掲示板でそうしたトレンドをつかむことが多いとされ、それがレディットです。多くの企業がマーケティングにも使うなど活発に情報がやり取りされています。面白ネタやフェイクまでカバーするその実力とは それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動をしています、かぐわです。この番組ではインフルエンサーやクリエイターに役立つ情報を毎日配信しています。励みになりますので、ぜひ登録、フォローよろしくお願いします。さあ、それでは早速行ってみましょう、はい。まずはですね、海外の、えーまあ、投稿からなんですけども、マンストップス・えー、トゥーレスキュー・キトゥンと。 まあ、子猫を救出するために、えー、車を止めた男ということですよね。で、えー、そのレディットという掲示板サイトに投稿されているこの動画、えー、見てみますとですね、いやー、これが可愛いんですよ。えー、車が最初映ってるんですね。で、よーく見ると、小さい、本当に小さい子猫が車の、まあ、1メーターぐらい前とかにいるんですかね。で、動画を再生します。そうすると、えー、男性が近寄ってきて、 小猫を掴みます。あ、かわいいね。というところで終わりではなくて、<laughs> なんとその後、はい、えー、車の、えー、その走ってるまあ、道路が砂利なんですけども、その砂利の脇の草むら、そこからですね、わさわさわさっと <laughs>、その小猫 まあ、ほぼほぼ同じぐらいの大きさの子猫がですね、えー、13匹かな、えー、大量に出てくるんですね。そこで、えー、その男性がおーみたいな感じで終わるんですよ。これがですね、ものすごくバズっているんですね、えー。どのぐらいバズってるかというと、これ掲示板なので、拡散、あのリツイートなどはないんですが、えー、反応のレス、 まあ、メンション、コメント数は6731件ということで、えー、この掲示板ですので、その反応するコメントの多さが、まあ、トピックのですね、トピックのまあ盛り上がりを視覚化されているというところで、かなりこう、ツイッターに似たような、えー、可視化をしてくれるツールだということになります。で、それからですね、当然、 絵文字なども使えて、反応に対してですね、これが面白い、これが好き、ハート、ハートとかですね、本当にいろんなタイプの絵文字があって、当然この投稿にももう、あ、ありとあらゆるコメントがですね、えー、あ、絵文字がついているということでも、まあ人気を博した投稿です。で、こういったですね、いわゆるほっこり系の投稿というのは日本ですと、まあやっぱりツイッターですよね。 えー、i t t e r で子猫などと検索しますと、もうたくさんね、子猫に関する投稿がずらずらずらと、まあ出てくるとは思います。まあ一方で、えー、日本の場合、こう、ある程度決まったアカウントの人も、まあ、やっぱり偏って出てくるっていうのも当然ありますよね。そう、やっぱりそういう意味では、あの、市場規模というかですね、やっぱりユーザー数が圧倒的に、まあ多いんだろうな、ということを感じさせる、 まあ、巨大掲示板。それが、まあ、レディットです。さあ、このレディットなんですけども、えー、掲示板としては、実はもう歴史がかなり古く、2005年から始まってるんですね。これ実はですね、えー、Facebook が誕生したのが2004年ですので、まあまあまあ、本当あのー、海外でも、えー、まあ、でん、死の掲示板ということになります。ただですね、えー、当然その、 ユーザー数が増えてきたのは、まあ、2010年ぐらいから増え始めてきていて、えー、現在では、えー、現在というか2019年のデータでは、まあ、4億人ほどがですね、利用しているのではないかということが言われています。で、もちろんですね、えー、日本の、まあ、ツイッターや、それから TikTok のように、比較的、ま、若い世代が多いと言われていて、ただ、大半はですね、アメリカで使われているというような媒体になっています。 で、この、えー、レディットなんですが、まあ、掲示板とはいええー、ある程度投稿をして、えー、そしてですね、えー、その投稿自体にいいねがついたり、これポジティブカルマと言うんですが、一定のですね、えー、内部的な評価を得られると、自分自身もその、掲示板を持てるという機能があります。それが、間違えた。<laughs> 間違えました。それが、 サブレディットです。はい。これですね。このサブレディットという機能が、企業もよく利用する機能でして、私もよくあの話に出します。フォートナイト。フォートナイトも公式のレディットの掲示板を持っていて、まあそのサブレディットという形式で作っています。まあそこに、フォートナイトに関する情報がたくさん集まって、ユーザーも集まって、議論が活発にされるという、いわゆる カスタマーエクスペリエンスを実現しているという使い方を企業もしているんですね。で、もちろんそれがポジティブカルマがたまれば個人でもできるということで、先ほどの子猫ちゃんの投稿なんですけども、これ、え、a, ww という そういった動物の面白系の投稿がたくさんなされる、まあ、サブレディットになっていて、えー、こちらのメンバーがすごい。31M だからこれミ,ミリオンか。メガか。すごいな。3100万。3100万のメンバーがいると。いやー、すごいですよね。さ、あの、YouTube のフォロワー数って言っても3100って相当じゃないですか。はい。ですから、このぐらいの規模の、まあ、媒体に育っているのが、まあ、レディットなんですね。 はい。ですから、まあ、日本ですと、こういう面白系って、そのツイッターが、まあ、かなり話題を集めていますけども、海外ですと、本当にレディットなんですよね。で、えー、背景として、もう、実はその、海外では、Google で検索するときに、えー、例えば、子猫でしたら、キトゥン、スペース、レディットと検索するとも言われていて、 まあ、それぐらい、逆に言うと、Google が、まあ、SEO とかで汚染されていて、よりコアな情報はもう、レディットで探した方が早いと。ただ、まあ、レディットの中の検索も使うが、Google でも検索するときには、そういうことでも、レディットと絡めて使うということも、どうやら増えているらしいんですよね。それぐらい、海外では、レディットと、あと、求人情報に関する、えー、え、LinkedIn、これ、Microsoft の、えー、就職活動、まあ、就職活動というか、まあ、 ビジネスマン向けの SNS なんですが、その二つは Google 検索とも相性が良く、比較的 Google 検索でも探しやすいというのがあって、ま、というのもあって、まあ、レディットがかなり評価を集めているということらしいんですよね。日本ですと Twitter を、Google で Twitter を検索するって多分あんまりやらないと思うんですよね。なぜかというと、Google の検索エンジンとあまりこう相性が良くないからなんですよね。 Google の検索エンジンですと、まあやはりそのピンタレストとかはねよく見つかると思うんですが、多分インスタとかツイッターの投稿ってそれほど上位に出てこないんじゃないですかね。でも海外ですとレディットは Google 検索でもヒットするということなので、まあ日本でも Google 離れというのは言われ始めていますけども、どうやら海外でもあの o g l e は使うんだけども、まあ結果としてそのレディットの中だけを探すとか、まあそういうような形で、 うん。まあ、メディアの本流が、まあ、徐々に SNS に移ってきている。その中で、まあ、米国では、特に米国では、このレディットが、まあ、注目を集めているということなんですね。はい。ですから、ツイッターをやられる方、インスタをやられる方、YouTube をやられる方、まあ、いろんなところで、こう、ネタ探しをされている方多いと思いますが、ぜひ、レディットで、いろんなネタを探してみてはいかがでしょうか。はい。 そしてですね、日本の、えー、あるツイッターアカウントがあります。こういうニュースだけ見ていたいボット。こういうニュースだけ見ていたいボットというアカウントがあって、えー、現在2万9000フォロワーを抱える人気ツイッターです。で、どれぐらい人気かというと、1ヶ月で1000人ほどを集める、えー、ほどの人気になっています。 まあなんでしょうね。先行き不安な時代にはですね、こういう、まあほっこり系の媒体とか漫画とか、あのアニメとかがやっぱりこう話題になるんだろうなっていうのは想像に難くないです。で、このツイッターも、いわゆる動物の赤ちゃんとかの投稿が多いんですけども、その中に、はい、やっぱりレディットの、そういう海外の可愛い動画の、可愛い動物の動画が投稿されているんですね。 ですので、皆さんもですね、ネタ集めにこのレディットを、えー、不定期に検索をして、ご自身のネタに関するものを投稿してみてはいかがでしょうか。はい。この番組では、えー、スタンド FM やラジオトーク、ポッドキャスト、えー、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポティファイなど、えー、YouTube、インスタ化など、えー、多くの媒体で、えー、ラジオ配信していますぜひ皆さんのお好みのアプリで フォローしていただいて、そしてもしエピソードが良いと思っていただけたならばぜひ、いいね、そして拡散していただけると励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。レターなどもお待ちしています。それでは皆さん、今週も頑張っていきましょう。いってらっしゃーい。